incubation. Incubation. Marketing. Facilitator. Management. Social entrepreneur. こんな言葉が毎日飛び交ってます。一体どんな業種でしょうか。IT でしょうか。メディアでしょうか。エネルギーでしょうか。広告代理店、金融、それともサービス。実はこれらすべてお坊さんです。お寺に関わることなんですね。皆さん今日はテデックスタイテックお越しいただきありがとうございます。僕が言う言葉じゃないかもしれないですけどご覧の通りお坊さんをやっております、カクと申します。よろしくお願いします。私はお坊さんなので普段の生活というのはこんな感じです。朝はだいたい早く起きます。5時過ぎには、今日は5時半で書いてありますけれども、お経をあげます。一日掃除をして過ごします。そして夜寝るのは早いんです。だいたい8時には就寝時間となります。ところがご覧の通り若いです。若いんですよ、はい。なので8時に寝ろと言ってもそんなにすぐは寝られないんですね。だから私はこの8時から実際に寝る、まあ、10時、11時の時間を使ってさまざまなお寺だったりお坊さん、仏教に関連する企画を考えております。その企画が形になったものを簡単に紹介したいと思います。例えばお寺カフェ、ここは神谷町にあるとあるお寺なんですが、お寺の一部を開放して食べ物飲み物持ち込み自由の公園のようなカフェのような空間を提供しております。これによって地元の人たちの憩いの場として活用されております。もちろんお坊さんによる人生相談も行われています。他にはお寺かける、これはライブですね。本堂でこんな音楽を聴いたらすごく気持ちがいいんじゃないか、そんな思いを形にしたものです。もちろん音楽の間にはお坊さんがお話をします。他にはちょっとこれは、補足が説明ですかね。暗闇の中で皆さんアイマスクをして食事をとっていらっしゃいますね。今日ご飯を食べた人手を挙げてください。お、皆さん健康的です。そのまま挙げてくださいね、はい。じゃあその中で今日一生懸命ご飯を食べたという人はそのまま手を挙げてください。どうした皆さん、どうしましたか。結構あんまり残ってないですね今の。 ありがとうございます。これだけ手が下がってしまったことが物語っていると思います。食事っていうのは我々通常1日3回、人によっては2回だったり4回だったり食べますけれども、一生懸命ご飯を食べるという経験はなかなかないんです。だから暗闇でご飯を食べる怖いです。何を食べさせられているか分かりません。もしかしたら通りかもしれません。でもそこで怖いから一生懸命食事と向き合う、こんな体験をしてもらいたいと。そんなところから食事と向き合う体験をしてもらいたいというような企画を行っています。他にも、紹介したらキリがないです。18分では語りきれないほどたくさんのことを行っています。大切なのはこういったことを私今年9年目です。およそ10年毎日続けております。もう一つ言うなれば、ボランティア無償で行っています。こんなことばっかりしているので、スケジュールはいつもこんな感じですね。非常に忙しいです。おそらくお坊さんのスケジュールでこんなに埋まっている人ってそうそういないと思うんです。じゃあなんでこんなに9年間も誰にもねお願いされてないのに活動しているんでしょうか。はい、今日のトピックである情熱、パッションがあると、ここまでね私プレゼンテーションを考えたんですけれども、すごくちょっと待てよと思ったんです。情熱があるからここまで続けてきたのか。じゃあ情熱って何だろう。そこをよくよく自問してみたところ、実は情熱ではなくて私は恩を感じているからなんじゃないか、そう思いました。
私が今日はね、そのお話をしたいと思います。私はお寺に生まれました。お寺に生まれるっていうのはどういうことかというと、小さい時からあなたは大きくなったらお坊さんになるのよね、そう言われて育ちます。すごく嫌だったんです。誰でもそうだと思うんですけれども、人に人生左右されたくないです。人が敷いたレールになんか歩きたくない、そう思ってずっと言いました。だから僕は将来の夢というのはお坊さんではなかった。むしろお坊さんから正反対のところ、ビジネスマンになりたかったんです。願わくば世界を股にかけるビジネスマン、バリ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 働いて、本当にもう今日はニューヨーク、明日はフランスというような、そんなことをしたかった。お坊さんと正反対になりたいという思いがあったので、本当にできるだけお金を稼ぎたいという。だから私が選んだのは、ちょうど2000年にアメリカに留学に行きました。 MBA 留学でした。こんな感じでビジネスマンをやろうと思いました。留学というのは、僕がちょうどその当時いろいろと考えていたのは、社会の中でどん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 仕事するには自分に価値をつけること、そう思ってました。今までもちろん僕も日本で過ごしていたので、日本人です。英語がそんなに喋れません。でもこれから世界に羽ばたくっていうことは、英語ができないといけません。英語という付加価値をつけました。英語を一生懸命勉強しました。英会話スクールにも行って、ネイティブの人とたくさん喋りました。そこで英語が喋れるようになりました。 MBA を通してさまざまなビジネスのスキルを手に入れました。マーケティングのリサーチ、統計の分析、プライベートではコンピューターのプログラミングからいろんなことを行いました。そして価値のある技術、スキル、そういったものをどん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 身につけていきました。2000年アメリカに行って、私は本当に魔法の絨毯のような MBA を取って、好きな仕事をして、社会の中でこれからどんどん飛び立ってみよう、そう思ってました。9月11日911が起きました。911、アメリカ同時多発テロ、僕の今までの価値観が瓦解した瞬間です。去年3月11日日本でも震災が起きて、こんな風に思った方も多いかもしれません。何かしなきゃいけない、何かしたい、今この瞬間何をしよう、同じ思いでした。ただその時、私にはもちろんお医者さんではありません。実際に現地に行って傷ついた人を治すことはできません。警察でもなければファイヤーファイターでもない、軍隊にいたわけでもない、技術が何もありません。じゃあ僕に一体何ができるのかな、いろいろ考えてました。あ、できることがあった。それは献血だったんです。僕が911という、本当に世界で大変な時期に自分が唯一できるなと思ったことは、献血しかなかったんです。私の価値は 400cc の血、そう思った時に、自分って何なんだろう、こんな問いが僕の中で生まれてきました。今まではさまざまな価値を身につけることで自分の価値が高められて、そう信じてきました。こうやって服を着るように、さまざまな価値が自分に能力が技術がつくことによって自分が高められていく、そう信じてきました。その結果、大惨事に見舞われてみると、僕にできることは何もない、空っぽだったんです。その時は本当に生きづらさを感じていました。正直僕は生きていていいのかな、すごく考えていました。それこそ MBA というのはお金もかかります、時間もかかります。それだけの投資をしているのにもかかわらず価値のない人間を生んでいる、そのことに対して申し訳ない、
そう思ったんですよ。だから僕がその時に自分って何なんだろう、その問いに対して答えを見つける方法というのは今まで培ってきた価値を脱ぎ捨てるということでした。僕はほんの2年前まで英語なんか喋れませんでした。じゃあ英語が喋れないからといって私が私自身でなくなるわけではありません。英語という価値を捨てました。マーケティングリサーチ、そんなものはほんの半年前までできませんでした。その他統計の解析であったり MBA で学んだ様々なツール、これも私が私であるというものに必要なものではなかったんですね。いろいろと捨てました。それこそ小さい時から学んでいた国語、算数、理科、社会、そういったものも後からつけた付加価値なんじゃないか、全て全て脱ぎ捨てました。その結果何が残るのかな、これはねすごい恐怖でした。だって自分が空っぽなんじゃないか、その疑問から始まってます。実際に全部全部脱ぎ捨ててみて本当に自分が空っぽだったら私は生きる意味を見失います。この作業の時に本当に半ば自分の人生をやめてしまうことを考えながら行ってました。結果として全て丸裸になった時、僕の中にはどうも自分が嫌ってずっと逃げ続けていた仏教があるらしい、一瞬だけそれが見えました。でも分かんないんですよね、仏教って何だかも分からない、そもそもずっと逃げてきたので何も分からないんです。しかし自分のコアに核なる部分にそれがあるかもしれないと思うと私は生きている、それでも生きていけると思ったんです。恩を感じたとここに書いてあります。何に対しての恩かといえば今自分がこうして生きていられる、そのことに対する恩です。それが本当かどうかは正直まだ分かりません。僕が死ぬ時になって初めて分かると思います。でもその時に裸になって空っぽなんじゃないかと思った時にすぐ近くに自分の中に仏教を感じることができた、これで私は生きていられるんです。自分の本当のコアが見えてくるとあとは同じ作業を繰り返すことになります。価値を身につける、ただ今までのように社会がこれが価値があるというふうに言われるものを身につけているのとは変わります。自分が自分の核を見つけたからこそ見えてくるこれが自分の価値なんじゃないかと思うものを身につけていくことになります。皆さんも今日、洋服を着てここにお越しいただいていると思います。こういうのは服を着る作業と似ていると思うんです。自分がどんな肌の色をしているのか、どんな目の色をしているのか、髪の色をしているのか、体格、背が高いのか低いのか、そもそも男なのか女なのか、そういうものが分かって初めて自分に似合う服が着物なのか洋服なのかスーツなのか、もしかしたら、他の民族衣装なのか分かりません。そういうものがだんだん見えてくるんじゃないですか。裸になって初めて僕は自分自身というものを見つけました。その後は自分自身の核にコアに合わせた形で一歩ずつ一歩ずつ自分がいいなとその核に合わせてこれは似合うなと思うものを身につけて、単にそんな作業をすればいい、それだけのことになりました。非常に生きやすかったんです。もうそれ以降僕は人生やめちゃおうかなというふうに思うことがなくなったんです。一度裸になってみる、これはねすごく勇気のあることです。
当に空っぽかもしれない。でもそれだけのリスクを冒してでもするべきことだと僕は思います。自分が何者なのか、今日のタイトルは No Myself, Be Myself と書いてありますが、裸になって初めて自分自身を知ることができました。もしかしたら間違ってるかもしれません。それは人生が終わるまで分かりません。もしくは僕が死んでから判断されることかもしれません。でも自分を知れた瞬間にやっと自分の人生が始まったと思ったんですね。あとは自分になり続けること、それは社会が必要とするこれが価値があるものだというものを身につけていくことではなくて、自分が本当にこれが価値があるなというものを身につけていく作業、これを淡々と行えばいい、それだけのことだと僕は思います。お坊さんのお話なのでこんな言葉で締めさせていただきたいと思います。今日は皆さんお参りいただきどうもありがとうございました。